どうも大地です。はい、ということで今回もヒューマンビートボックス講座ビートボクサーへの道始めていきます。今回お教えする音はシンギングビート。 Baby I love you I love you I love you なんとも Only パン Only パン感じさえブルー。はい、ということで、今回は歌いながらビートを同時に奏でるというのを教えしていきたいと思います。で、まあ教えると言ってもね、あらかじめ言っておくと、このシンギングビートは力技なんです。なのでね、実はこのシンギングビートはごまかしごまかし、なんとか歌とビートをそれっぽく聞かせるというやり方です。まあでももちろんね、その中でもこうした方がよりそれっぽく聞こえるとか、こうした方がやりやすいっていうやり方があったりするので、今回この動画でそれを細かくお教えしていきたいなと思います。はい、それではまずコツというかね、なんでしょう、ごまかし一つ目、あ行、は行、パ行、バ行が多い曲を選ぶ。やゆよもありかな？や行？や行もありだ。や行もありですね。これね、どういうことかというと、基本ビートって、唇を使っているんですよね。唇を思いっきり使ってるんですけども、この時にバ行とかパ行だと同時にできるんですよね。例えば、さっきやった、ベイビー、このベイビーのベがバ行じゃないですか。だから唇のこのキックと合うんですよ。ベイビー。この時にベイビーって普通に歌ってもね、シンギングビートにならないので、ちゃんとね、ベイビー、このキックを頭に、ベ、ベ、入れることによって、ビートと歌同時にやってるように聞かせることができます。じゃあ、あ行とかや行って何っていうと、Baby, I love you. この I love you. 今これ you, you なんでや行ですよね。あ行とかや行っていうのは、この唇の音を邪魔しないんですよ。なんて言えばいいのかな？逆にね、このか行とか、た行とかやりづらいやつで説明すると、例えば、ガッツだぜって曲とかで、ビートを一緒にやろうとすると、バッツだぜ、意味わかんないことになるんですよね。このが、っていう言葉と、このキックの音ってのが相性がね、悪かったりするんですよ。それに比べて、あ行とかや行っていうのは、ビートを混ぜても、バッティングしないというか邪魔をしないんですよね。Baby, I love you, you. まあ、これ単発で聞いたら変な音なんですけど、この流れで Baby, I love you っていくとちゃんと you に聞こえるんですよ。で、もう一回ね、さっきのおさらいすると、あ行を、そして、は行、ば行、ぱ行、そしてや行も、まあ、ビートと相性は悪くないです。まあ、あと、作業なんかも、まあ、ちょっと言いづらいけど、まだマシかなって感じですね。か行とか、だ行とか、そのあたりに比べると。逆にやりづらいのが、か行を、そして、た行、な行、ま行を、そして、ら行。このあたりは、ちょっと工夫してやらないといけなくなってきます。じゃあ、はい、どういう工夫をすればいいのかということで、まあ、ごまかし二つ目は、ビートをずらす。まずね、じゃあ、踊るポンポコリンを普通にやってみると、ピーピャラピーピャラパッパパラパーピーピャラピーピャラ踊るポンポコピン。途中までね、悪くないなって思うんですけど、踊るポンポコピン。これはちょっと、ダメじゃないですか。踊るポンポコピン。これダメじゃないですか、やっぱり。これをね、まあ、どうやって解消するか、他にこう、逃げる手段を見つけるかっていうのが、まあ、ちょっとビートボクサー、それぞれセンスが問われてくるとこなんですが、まあ、今回はね、シンギングビートなので、じゃあ、なるべくね、歌とビート同時にやって、行きたいということで、ビートのね、こう、リズムを変えます。さっきは四つ打ちで、ピーピャラ、ピーピャラってやってたんですけど、まあ、これもいいんですけど、ピーヒャラ、ピーヒャラ、パッパッパラパー。ちょっと、ビートをね、このリズムに変えて、ピーヒャラ、ピーヒャラ、パッパッパラパー、ピーヒャラ、ピーヒャラ、踊るポンポコリン。お、ちょっと今いけたんじゃないですか？踊るポンポコリン。ほら、こんな感じでね、なんと、踊るポンポコリンがちゃんと言えるようになります。
リズムを変えることによってね、ちょっと発音しにくいこのラ行とかの音でも、ちゃんと歌いながらビートっていうので混ぜることができます。はい、ということで今回はシンギングビートの講座でした。また次の動画でお会いしましょう。See you next! ビート!